創業114年、店内工房のあるジュエリーマーノです。お願いします。こんにちは、篠原です。こんにちは、お願いします。先日ですね、バリエクラシックのご説明をさせていただいたんですけど、今日は第2弾としてですね、こちらの、バリエ加工のご説明したいと思います。真珠のネックレスをつけていて気がつくと、こちらのですね、クラシックが前に回ってしまっていることってないですか？10ミリ以上の真珠にバリエ加工をすることができます。こちらのクラスプの代わりになるということですね。なので、こちらをバリエ加工するとクラスプの位置を気にすることなく、つけることができるかと思います。